マットは小学生の時、野球をやめたいと思っていたが、両親に言えず、トイレに立てこもった。幼い時からファミレスに行ったことがなく、高校生で初めてサイゼリヤに行った時に、安さと美味しさに感動した。学生時代は電車に乗ったことがなく、小田急線しか電車がないと思っていた。好きに使っていいと親にクレジットカードを預けられていたが、衝動買いで150万円の楽器を買ったりしていた。美容に毎年かけている金額は400万円以上と言われている。誹謗中傷してくる人たちに対しては幸せになってほしいと語っている。美容治療のための細胞培養について大学で研究している。